俳優東出昌大がガスも水道も通っていない山の中で狩猟生活をするドキュメンタリー映画ウイル16日公開。人気俳優として洗練された姿を見せていた東出とはまさかとも言えるような風貌で、これまでにあった出来事を振り返る様に驚きを覚える人も多いだろう。なぜ東出は自身をドキュメンタリー映画という形で映し出すことを選択したのだろうか。東出が自身の胸の内を語ったスキャンダルにより、これまで積み上げたはずのものが途方に思えてきた。